皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。豚こみやということで、今日は豚こまで節約簡単レシピということで、油淋鶏っていう鶏肉の料理があると思うんですけど、鶏肉を豚こまに変えて節約簡単美味しい油淋豚を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。耐熱のボウルにみりん大さじ1、砂糖大さじ1を入れて、600ワットの電子レンジで30秒ほど加熱し、アルコールを飛ばし砂糖を溶かし合わせたら、醤油大さじ1、酢大さじ1/2、ごま油大さじ1/2、すりおろし生姜小さじ1を合わせます。調味料を合わせたら、長ネギの白い部分4分の1本分をみじん切りし、調味料に加えて合わせておきます。豚こま切れ肉 250g に酒大さじ1、塩小さじ1/4、マヨネーズ大さじ2を加え、豚肉に調味料を揉み込みます。マヨネーズない場合は溶き卵 1/2 個分で代用していただいても大丈夫です。豚肉に調味料を揉み込んだら、薄力粉大さじ1、片栗粉大さじ1を加え、全体になじませます。豚肉に粉類をなじませたら、フライパンに高さ5ミリから1センチ程度気持ち多めに油を入れて、中火で温めます。はい、では油が温まってきたら、豚肉を食べやすい適当な大きさに取って、このままフライパンに並べます。軽くは中火から強めの中火程度で、焦げないように注意して加熱してください。では2分ほどで外側が固まってきつね色になったら、豚肉を返します。返してさらに2分加熱して、反対にもこんがり焼き目がついたら、一度網の上に取り出して油を切ります。こんな感じに加熱し終えました。はい、では豚肉の油が切れたら、お皿に細切りしたレタスを盛り付けます。レタスを盛り付けたら、上に油の切れた豚肉を盛り付けます。豚肉を盛り付けたら、上に合わせておいたソースをかけます。辛みが欲しい場合はお好みで一味唐辛子散らしてください。 OK。 はい、ではこんな感じで、豚こまで節約簡単美味しい油淋鶏ならぬ油淋豚の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回は豚こまで節約簡単美味しい油淋豚を作ってみました。それでは本日はほろ酔いフルーツサングリアで乾杯。
乾杯。くーサングリー。じゃあ早速いただきましょう。今回は豚こまを使って、鶏肉の油淋鶏ってすごく人気なメニューであると思うんですけど、鶏の部分を無駄にした油淋豚を作ってみました。じゃあこのタレがねたっぷりかかってるところをいただきましょう。いただきます。油淋おいしい。豚肉に調味料をもみ込んで片栗粉をなじませて焼くことで豚肉がコーティングされてしっとり柔らかに仕上がり、マヨネーズをもみ込んでいるのでマヨネーズが豚肉に染み込んで、あと下味がちょっとの塩でしっかりとつきます。で下味のついた豚肉プラス上からたっぷりタレをかけることで豚肉に味がぐっと染み込んで美味しく食べれます。豚肉は少なめの油で揚げ焼きすることで、あと衣をなじませてるので外側はカリカリなんですけどすごく中はジューシーです。タレにもたっぷりネギを入れて、ネギの風味、このネギのシャキシャキっとした食感がすごく美味しいです。じゃあ野菜も一緒にいただきましょう。ソースもたっぷりあるのでお肉の下に野菜もいっぱい敷き詰めて一緒に美味しく食べれます。本当はちょっと豚肉だけでお野菜足りないなって時にも野菜もいっぱい取れるレシピです。で下に敷く野菜も今回レタス引いたんですけど、上はすごい白菜が旬なので千切りした白菜を下に引いても美味しく食べれます。なんか私すごい白菜好きなので白菜のこのシャキシャキっとした食感とタレもすごくよく合って美味しく食べれると思います。うん、はーい。ということで今日は豚こまで節約簡単美味しい油淋豚を作ってみた動画でした。しっとり柔らかで外側がカリッとした豚肉にたっぷりのネギ入りのタレがすごく美味しいレシピになってます。ほんと豚こまでこう節約しながら簡単に美味しく作れて、一緒に敷いた野菜ももりもりと美味しく食べれるレシピですので、気になる人で作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。この動画が美味しそうだなと思った方はグッドボタン、レシピ動画も更新してますのでチャンネル登録もよろしくお願いします。シャバダバイユーリン。鳥越え